はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマーベルスナップやっていこうと思います。ということでいきましょう。さあ、相手が見つからない。ちょっとマッチング長いね。お、でも見つかった。やっていきましょう。お、デンジャールーム。とりあえず右ナイトクローラーとかで行ってみますか。デンジャールームに関しては、カードをねプレイせずになるべくね移動で流し込むとか、そういう感じの動きにしたいかなという感じですね。お、ロスディアブロス基地。これはねデンジャールームをうまいこと破壊してくれると嬉しいかなという感じですね。ハルクバスターがあるのでプルマン真ん中に出しておきましょうか。あ、でもどうだろう、クレイブン先の方がいいかな。クレイブン先にしてみましょうか。最後のロケーションを確認してからちょっと、プルマンハルクバスターは決めたいかなということでね。相手はデンジャールームに、お、スカーレットウィッチ書き換えてくる。エリジウムいいね。さあ、そして最後のロケーションがキルンか。なるほど。これは、1コスでプルマンバスターが決められ、1コスでというか、1コス2コスプルマンバスターまとめて決められるので、とりあえずクレイブンのいる方に、ナイトクローラー動かしながらキルンに、プルマンハルクバスター出していきましょうか。オッケー、これは結構強い動きができてる。お、相手ロスディアブロス3体出す。一気に3体、何が来る？こっちはプルマンバスターの準備が整う。相手はビショップアンジェラ、さらにアントマン。ほー。で、あー、エリジウム壊れちゃった。いいロケーションだったのに。そうね、とりあえずじゃあストレンジで、ストレンジで、あー、ちょっと待てよ。ストレンジで一回左に吸ってクローク真ん中に出して、もう一度プルマン移動させる感じでいこうか。まあここの順番ちょっとどっちでもいい気もするんだけど、5コスの時にね、あの2コスと次に引いた何かっていう動きができるといいかなということで、こっちにしておきましょう。プルマンがプルプル、プルマンがプルプルしていく。 OK、 いい感じに増えてる。さあ、そしてあー、フィストクロークで動けるのか。そしたらね、そうか、封鎖されちゃったね。まあでもフィストクロークにして、次のターン真ん中に移動できるカードを2枚にしておくっていうのはありですね。これでいってみましょう。 OK、これでフィストによってクロークが殴られて、右に移動する。そうすると真ん中がね2つ開くからね、クロークでの移動が、2体まで可能になりますよということですね。ぶん殴る。珍しくハゲを殴らないパターン、珍しくハゲを殴らないパターンによってプルマンがダブルでプルプルしていく。ハゲ遅い。ハゲ遅いね。プルプルしていった方がいいので、ここは何も出さずに終了かな。そうだね、ハゲで埋めちゃうとコピーが出てこないからね。これで、行ってみましょう。14、クレイブンが2点、4点、8点、14、15、16の8だから24まで出るもんね。これでいいんじゃないかな。最後何も出さずに移動だけして終了。一応スナップしておきましょう。さあ、どうだい。お、相手は受けて立つ。プル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 。さあ、プルプルしていく。お、カイザーでパワーアップするが、それでも22点までか。
OK だね。あ、違う。おー、危ねえ。23点まで。セーフ。勝利。危なかったね。真ん中あと2点出たら負けてたけど、24点までだったら同点の場合ね、20対28ということで、まあこっちがまだ余裕少しあったかなという感じですね。OK, OK。さあ、次行ってみましょう。まあその前にちょっとミッションは、達成したやつね、受け取っておきましょう。いいね。で、シーズンパスも受け取れるようなので受け取っておきましょう。OK。さあ、次行きましょう。相手が、お、見つかったね。さあ、来い。下水道ですね。1コスないので、ターン終了。また、プルマンバスターができるかもしれないね。さあ、モジョーワールドか。モジョーワールドは嫌だね。とりあえず真ん中プルマン出してプルマンバスター準備しておきましょう。そして相手はケーブルで何か抜き取っていく。最後のフィールドはワカンダ、破壊されないやつですね。オッケー、プルマンバスター準備。プルマンバスターを準備して次のターンに、お、パニッシャー、次のターンストレンジで引っ張れるね。早速いいんじゃないか。そうね、4コスの動きがちょっと1コスと余っちゃうのはもったいないけど、ストレンジでワカンダに引っ張っておいていいでしょう。まあクレイブン、クレイブンね。お、クローク相手出してきた。マジでプルマン戻す予想したら俺。これはラッキーかもしれん。っていうか相手もしかして引いてきたのクロークだった？さあ、で、このターンは、プルマン戻して、あ、待てよ。クレイブン出してからっていうのできんだっけ？いや、ちょっとわかんないな。プルマン戻して、ホブゴブリン出すか。あー、いや、微妙だな。どうしようかな。あー、でも、モジョーワールドは埋めといた方がいい意味もあるか。ちょっと待って。クレイブン、移動、モラレス。真ん中は一応埋めときましょう。これでどうだ？下水道どうするかなんだけど、最後にホブゴブリン飛ばすっていうのもありかな、みたいな。あ、移動させてくる。相手もモジョーワールドに移動して埋めたかったのか。はい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 、18点出る。やりますね。クレイブン、プルマン移動、クレイブンパワーアップ、スパイダーマン出る、マイルズ・モラレス。さあ、そしてこのターンに、真ん中一応1点勝ってるか。これね、ホブゴブリンナイトクローラーでいいんじゃないかな。これで行ってみましょう。さあ、相手は受けてた。あっと、まあ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 、でも、これはね、両サイ、真ん中と右が勝てるので問題はないですね。ホブゴブリンがちょっと封じられましたが、結果オーライ、勝利ですね。 OK OK。 これでね、何らかの手段で真ん中を同点にされたりするとね、マイナス9が痛くなっちゃうっていうところはあったんですが、今回はそのパターンはなかったので良かったですという感じかな。 OK。 まあそれなりに順調かな。ちょっと首里のラボをね、本当ちょっと
出てこねえかなと思ってるんですが、今回も出ませんでしたね。まあこの辺に、しておこうかなと思います。ありがとうございました。よいしょー。